はい、こんにちは、まとめです。今回の動画はユニクロ2024年秋新作全部買ってみたという動画になっております。皆さんも新作チェックしましたか？実はユニクロってね、毎週何かしら新作リリースされているんですよ。夏物そろそろ揃ってきたし、当分ね、買い物しなくてもいいかなって思ってる人は実は危険なんです。おしゃれな人ってこのタイミングでもう秋物見てるわけですよ。だからこそユニクロね、すでに秋物リリースしているわけです。で、この買うタイミングっていうのがオンシーズン、まあ秋物は秋に買う、冬物は冬に買うっていう習慣になってしまってると、実はその買うタイミングでいいものってなくなってたりするんですね。でなくなってるから実はね、いいもの買えてないってことに気づかなかったりするんですけど、やっぱりいいものからなくなっていくっていうのはもう毎年変わらないことなんで、ワンシーズン前に手を出すって覚えておくとかなり良品ゲットしやすくなります。ということで今回僕ユニクロのね、秋新作アイテム、メンズアイテム全部買ってきたんで、それを実際に着用などを交えながら徹底解説していきます。ユニクロのメンズ製品をすべてね、購入し続けてきている僕がおすすめアイテムからそうでないアイテムまでしっかりと解説していきます。この動画さえ見ておけば、秋新作アイテムで自分が買うべきアイテムが丸分かり、賢くおしゃれになるので、ぜひ動画最後までご覧ください。ということで、これからね、各アイテムをしっかりと解説させていただきますが、僕のこの YouTube チャンネルでは動画を見てくださった皆さんが実際におしゃれになれたと実感できるところ、そこまではね、目指して動画撮っています。そのため各アイテムごとにおしゃれな知識だったり雑学だったり豆知識、このあたりまでね、交えてお話しさせていただくので、絶対に飛ばさずに見てほしいです。今回の動画であなたに獲得してほしいことはこの2つです。1つは自分に合ったいいアイテム、使いやすいアイテムっていうのを見つけてもらうこと。2つ目は動画を通して見終わった時点でファッションの偏差値が少しでもね、レベルアップしていること。この2つを得られるように頑張ってお話しさせていただきますので、他人と周りと差をつけたいなんて方はぜひ最後までお付き合いください。まず一つ目紹介するのはこちら、ユニクロ U からね、新作で登場したエアリズムコットンクルーネック T シャツ、1990円。コットンとプリエステルのコンボ素材なんですけど、エアリズムコットン T シャツといえば半袖バージョンが超有名で、エアリズムコットンオーバーサイズ T シャツっていうね、商品があるんですけど、もうそれはね、ユニクロの T シャツ史上空前絶後の大ヒットをね、巻き起こしたほんといいアイテムで、それ何なのかっていうと、この素材も全く一緒なんですけど、表地はコットンなんですよ。高級見えする天然素材のコットンでもね、裏はエアリズムになってるんです。ユニクロが誇る高機能インナーエアリズムですね。それを裏地に搭載していることによって、見た目はコットンで高級感あるのに、裏エアリズムだから超快適っていうね、 T シャツだったんですよ。それの長袖バージョンになってます。まあ、いわゆるロンティーになってるんですけど、細かい点でちょっとね、ディテール面白いポイントがあって、例えばこんな感じで袖がリブになってます。リブになってると何がいいかっていうと、袖がちょっとまくりやすかったりとか、まあ、秋冬用の商品になってくるんで、風がね、入りにくくなっていたりとか、そういった機能的な面でね、プラス効果があったり、裾はね、逆にリブとかじゃなくてスリットが入っています。でこれで何がいいかっていうと、ストンと落ちるね、綺麗なシルエットを作りやすいんですよっていう細かいディテールがね、ただのロンティーなんですけど、実は細かいポイントがあったりします。でネックはクルーネック、いわゆる丸首、一番ポピュラーなネックですね。それのちょっと詰まったバージョンになってます。半袖のエアリズムコットンオーバーサイズティーも詰まってるんですけど、まさにそんな感じになっています。ということで、こちら実際に着用してみたので、シルエットをご覧ください。身長170センチ、体重55キロ僕が L サイズ着用で、これぐらいのサイズ感、このようなシルエットになっています。横から見るとこのようになっていて、後ろこんな感じです。はい、ということで、こちらのロンティーなんですけど、袖丈から見ていきましょうか。袖丈まあ普通ぐらいですかね。手の甲部分がね、隠れるぐらいの袖丈になっていて、袖幅もまあ普通ぐらいですかね。そんなにゆとりがあるってほどでもないですし、タイトっていうわけでもないかなって思います。身幅も普通ぐらいで、着丈やや短めの設定になっています。まあ今っぽいシルエットといえば今っぽいシルエットかなといったところなんですけど、もうちょっとね、身幅にボリュームがあった方がよりね、扱いやすくトレンドに沿ったシルエットかなといったところです。はい、ということで、こちらの T シャツなんですですが、やっぱりね、夏用の半袖と比べたら、秋冬用のロンティでエアリズムっていうところがどうなのって思う人いると思います。どちらかといったら、やっぱりヒートテックの方があったかかったりするんで、ヒートテック派の人の方が多いと思うんですけど、自分秋でも冬でもエアリズム着るよっていう人にはね、すごくおすすめしたいアイテムです。
続きましてこちら、感動タックパンツ、3990円。素材はポリエステルなんですけど、まあ商品名にある通り感動パンツなんですよ。何が感動なのかっていうと、機能性が優れているわけです。例えば今持ってても本当感じるんですけど、めっちゃ軽いんです。で、あとね、ストレッチが効いてます。ストレッチがまあまあ効いてる。ビニョンビニョンまで、グニョングニョンまではいかないんですけど、まあまあね、十分ぐらい効いていて、あとは速乾性、乾きやすいと、あと洗濯した時にシワになりにくいと、まあ本当ね、最高に快適なアイテムになっています。で、それの新作バージョンなんです。これ何が違うのかというと、タックが入りました。タックがあって、そのままねセンタープレスが入っていると、センタークリスになっているわけなんですけど、形状的にはいわゆるスラックスになってます。フォーマルなビジネスとかで使うようなパンツですね。大人っぽいパンツになっていて、例えばさっきのロンティーとかと合わせて、それだけで結構バランスが取れるぐらい大人っぽいねアイテムになってます。で、タックが入ってるんで、ちょっと太もも部分にはゆとりがあるわけですよ。ここのタックっていわゆるつまみっていう感じなんですけど、つまんでる分実はもうちょっとね、こう生地があるわけです。だからここにゆとりが生まれるわけなんですけど、太もも部分にゆとりはあるけど、裾に向かって細くなっていくよっていうパンツになっています。で、ディテールはいわゆるスラックスになっていて、とてもフォーマルな作りになっています。ということで、こちらのねシルエットをご覧ください。76サイズ着用で、これぐらいのサイズ感シルエットになっています。横から見るとこのようになっていて、後ろこんな感じです。はい、ということでこちらのパンツなんですけど、太もも部分はねタックが入ってるだけあって、まあ細身ではあるんですけど、ちょっとゆとりがあって、動きの制限とかがねあんまりないようなパンツになっています。で、全体の印象としては見ての通り結構細身のシルエットなんですけど、これ裾上げしてない状態なんですよ。そうすると結構ねこんな感じでクシャッとしてしまって、ちょっと丈長い状態になってしまってるんで、裾上げしてね着用した方が僕の場合は良かったかなといったところがあります。やっぱりユニクロって老若男女に向けてね発売していて、みんなが大丈夫なね丈設定になってるんですよ。例えば足長い人がね履いても大丈夫なように設定されていて、逆に足がそんな長くない人は裾上げしてねっていう感じでね物作りされてるんで、基本的に何もしないとこうなってしまうものなんですけど、これが綺麗に裾上げされてればまあまあ綺麗なシルエットになっています。感動パンツの中ではね一押しかなといったところです。ただ生地がちょっとね頼りない部分があるんで、その分ちょっとクシャッとなってシワが出てしまうんですけど、もしこのシルエットのまま生地もうちょっと厚みがあったりして、クシャッとシワが出ないような状態だったら、すごく綺麗なね細いシルエット出せるなといったところです。はい、ということで感動タックパンツなんですけど、これ丈感ちゃんとできたら結構シルエット綺麗になります。ちょっとだけね素材ね薄くて頼りない部分はあるんですけど、表のこの素材感、表面感がチープかって言われたらそんなことはありませんし、まあ、値段も4000円ぐらいでここまで多機能なんで、文句あるって人はねほとんどいないと思う。スリムなフォーマルなパンツ探してる人にはすごくおすすめです。続きましてこちら、ブロックテックパーカー 3D カット6990円。まあ、こちらねユニクロが誇る超テックアイテムですね。すさまじい機能になってます。まあ、ユニクロのまあこれぐらいのライトアウターで7000円って聞くと超高いってね反射的に思うと思うんですけど、機能性はやばいですね。超すごいです。 2.5 層の素材になっていて、まあ、簡単に言うと撥水機能がまずついてます。雨弾いてくれますよ。で、防風機能がついてます。風侵入しませんよと。なんだけど透湿性があります。蒸れませんよっていうね、超快適です。唯一ね何がないかって言ったら防水機能ぐらいかな。水が中にね内部に侵入してこないの防水って言います。あくまで撥水って弾いてるだけなんで、そのままずっとついてたら入ってきちゃうよって話なんですけど、防水機能はないです。防風透湿撥水あって7000円はもうおかしい。で、さらにもっとおかしいポイントがあって、これね内側があのねシームの部分、あのステッチが入ってる部分をシーリングテープで留めてるんですよ。こうやって同色なのでちょっと見えにくいかもしれませんが、この仕様はめっちゃ高いんですよ。工賃超かかります。これはありえないですね。7000円って本当にこの業界、まあ、テックとかアウトドアのね業界の価格を破壊したと言っても過言ではないアイテムになってます。おまけに止水ジップ、雨入らない止水ジップになってたり、この脇のポケットもジップがついてるんで物が落ちないようなね仕様になってたり、細かいところまで計算されて作っています。で、デザイン的にはすごくミニマルな作りになっていて合わせやすいんで、まあ、シンプルな格好がしたくて、しかも機能的なアウター探してるっていう人にはね本当に重宝するアイテムだと思います。ということで、こちら実際の着用をご覧ください。 L サイズ着用でこれぐらいのサイズ感、このようなシルエットになっています。横から見るとこのようになっていて、後ろこんな感じです。
はい、ということでブロックテックパーカーなんですけど、ちょっとゆとりのあるシルエットになっています。まず袖丈から見ていきましょうか。結構ね、手かかるぐらいになっていて、第一関節出るかなぐらいのね、袖丈になってます。で、袖幅、まあちょっとゆとりあるかな。ただね、ここテープがあるんで、ここをこうやって絞るとこんな感じで急激に細いね、テーパードシルエット作ることができます。もしブロックテック着用してちょっと大きいなって感じた人、ここ絞るだけでも一気に着こなしやすくなるんで、ぜひね、参考にしてみてください。で、身幅いきましょうか。身幅こんな感じでね、ボリュームありますね。ゆったりとしています。で、対して着丈そこまで長くない設定になっていて、ネックがかなり高いです。ここ顎につくぐらいの高さになってるんで、小顔効果抜群ですし、フードもまあまあ顔周りでね、キープしてくれるんで、結構小顔効果の強いね、アイテムになっています。で、裾にね、こんな感じでドローコードがついてるんで、こう絞ってあげるとシルエットを変化させることもできるんですよ。こんな感じでギュって絞ってあげて、こうやって絞って、まあちょっと丸めるとかね、すると丈感とかを変えたりとか、シルエットに変化出すことができます。今それ用のコーディネートしてないんで、別にこれでかっこよく見えるとかはないと思うんですけど、まあこういうね、仕様があるよってのがお伝えできればなって思います。で、ちなみにこれやると風ほんと入ってこなくなるんで、機能的にもめちゃめちゃパワーアップします。で、ジップなんですけど、シングルジップになってるんで、裾だけ開けるとかはできない仕様になってますね。あとね、ここね、シームが走っていて、腕を動かしやすい設計になっております。どういうことかっていうと、こう腕例えば動かしたりした時、普通の洋服ってもうちょっとここがね、くっついてきちゃうんですけど、このね、脇部分がくっついてこない設計になってるんで、結構ね、もたつかず動かしやすいような設計になっています。はい、ということでこちらのブロックテックパーカーなんですけど、まあね、普通に使いやすいし、機能性おかしいし、これで7000ならとりあえず買っといて損はないです。個人的な話で言うと、もうちょっとデザイン性上げてくれた方がもっといいなって、もうちょっとテックに寄せてくれた方が、例えばホワイトマンテネリングコラボとかでこれ使ってもらって、これベースにしてもらって、かなりギミックの効いたね、かっこいいテックアイテムとか出してくれたら嬉しいなって個人的には思ってます。続きまして、こちらユニクロ U から出てきたワイドフィット地の3990円、コットン 100% のね、商品になっています。で、まあこれね、新作なのって思った人もいるかもしれません。24年 SS のね、ユニクロ U から出てきたワイドフィット地のとほとんど一緒なんで、今誤差レベルの違いしかないんですけど、一応ね、買っています。例えばループがちょっと太くなってたりとか、シルエットも微妙に細くなってたりとか、と言っても太いんですけど、ほんと微妙に違いがあったんで、一応ね、購入し直して紹介しております。まずコットン100っていう素材からね、触れていきたいんですけど、この素材感が超いいんですよ。結構肉厚で張りがあってコシがある素材になってて、この鈍いツヤもちょっとやっぱユニクロ U の素材感凄まじくいいですね。結構ね、もうね、高級素材なんじゃないかって思ってしまうぐらいの迫力があります。で、この後実際に着用しますが、このね、硬さ、張りっていうのがシルエットにもすごくいい影響を及ぼしていて、形も綺麗なんですよ。で、このループをね、すごく太くしてきた点とかもすごい可愛くて、ボタンのチョイスもいいですし、割と文句なくね、おすすめのパンツになっています。ということで、こちらね、実際の着用をご覧ください。サイズ76着用でこれぐらいのサイズ感、このようなシルエットになっています。横から見るとこのようになっていて、後ろこんな感じです。ということで、こちらのワイドフィットチノなんですけど、いわゆるテーパードシルエット、ワイドテーパードシルエットになっていて、太もも部分はしっかり太いんですよ。こんな感じでがっつり太いんですけど、そこからだんだんと細くなっていくテーパードシルエット。この手のシルエットってスタイルアップ効果がすごく強くて、太もも部分が細すぎてね、ちょっとコンプレックスっていう人だったり、逆に太くてコンプレックス、ちょっと太っちゃってるななんていう人は、どっちでも同じシルエットが出せるっていうのがワイドテーパードシルエットのいいところです。だって太ももより明らかに太いんだから、どの体型の人が履いても同じシルエット出るじゃないですか。でも裾は細いから、全体として結構まとまってね、細見えするシルエットっていうのがワイドテーパードのいいところです。で、こちらのパンツ素材に結構張り感あって厚みもあるんで、あんまりシワも出ずに綺麗なテーパードシルエットになっています。まあ、以前リリースされたというか、まあ、24SS で出てきたね、ワイドフィットチノと比べて若干ね、細身の設計になっていたり、まあ、ディテールの部分でお話ししたかもしれませんが、ループが太くなってたりとか、ほんと微妙な違いはあるんですけど、めちゃめちゃ大きく変わったかって言われたら変わってないです。変わらずとてもいい商品です。で、こちらのパンツおすすめなんですけど、購入する際にあんまりクッションつかないようなサイズ感で購入するのおすすめで、まあ、裾上げとかを駆使して、まあ、靴の上に乗っかってギリギリ当たるかどうかぐらいの設定にするのがすごくおすすめです。はい、ということで、こちらのパンツ、まあ、ユニクロってチノ素材にすごく強くて、すごくいい素材感のチノパンいろいろ出してるんですよ。形別で出してるわけなんですけど、いろんなね、チノパンの中でもこれが一押し、今っぽく履けるし、すごく扱いやすいです。
続きましてこちら、ラウンドミニショルダーバッグ1500円。まあ、ユニクロのね、大ヒット作ですね。パーフム型のミニショルダーバッグ、もうほんと大ヒットしたらしいんですけど、このアイテムね、何がいいのかっていうと超ミニマルなんですよ。ユニクロ U とかがやりそうなデザインになっていて、パーツとか例えばこのショルダー部分、ストラップだったり、このパーツだったり、引き手だったり、全部ね一色で統一してるっていう点ですね。これのおかげでコーディネートすごくしやすくなっています。形はトレンドなんですけど、デザインはシンプルなんで使いやすいっていうところが魅力で、さらにね踏み込んでお話していくと、結構シーズンごとにここの素材感を変えてくるんですけど、今回前作と一緒になっていて、ナイロン素材をね洗ったかのような、ワッシャー加工をかけたかのような風合いで、ちょっとシワっぽさが出ていて雰囲気あるんですよ。この表地めちゃめちゃいいですし、中綿入れることによってボリューム感も出してます。面白いのがここにマッチを取っていて、結構実はねボリュームあるんですよね。なんで意外と物入ります。まあ、前作からね何か変更があったのかって言われたらそんなことないんですけど、一応新作として出ていたので改めて購入してレビューさせていただきました。こちらねちょっとサイズ感、実際に着用ないと分かりにくいと思うんで、こちらも実際に着用してみました。実際に着用したらこれぐらいのサイズ感になっています。まあ、いわゆるねミニバッグぐらいの、ハーフムーン型のミニバッグって思っていただければいいんじゃないかなと思います。これまでね何度も購入してきて、一応シーズン変わるごとに新作で出るために購入してきてるんですけど、まあ、今回ね特にね目新しい変化っていうのはないので、まあ、これでサイズ感だけ確認していただければ十分かなと思います。はい、ということでこちらのバッグなんですけど、まだ持ってないよっていう人で、かつミニバッグ探してるっていう人、1500円ならまあ間違いなくコスパ異常なんで、これ買っといて損ないと思います。タイミングによっては結構ね表地の素材感とかが思いっきりレディースライクになっちゃうことがあるんですけど、このタイミングなら大丈夫なんで、このナイロン素材でゲットしておいてほしいです。続きましてこちら、レギュラーフィットジーンズセルビッチ3990円。これもねもうユニクロの定番アイテムの一つですね。価格破壊したアイテムです。セルビッチってなんだっていう話だと思うんですけど、旧式の食器でね折られたアイテムになっていて、まあ生産効率が非常に悪いんですよ。なので普通超高額になるんですけど、なぜか4000円でできちゃうのがユニクロのおかしいところですね。ほんと数万円はしてもおかしくないような仕様になっています。まあこんな感じでね、セルビッチのね証である赤みもしっかりあって、まあいわゆるねデザインディテール的にはジーンズになっていて、5ポケットですね。 1,2,3,4,5 といわゆる5ポケットで、補強用のパーツリベットがついていると、これこそねジーンズの証なんですけど、ルーツにね忠実に作られています。でそれでセルビッチっていう製法で作って、なぜか4000円で出してくると、コットン 100% で素材感めちゃめちゃいい。貝原社とね一緒にやってるだけあって文句なしの素材感になってます。貝原社ってもうねデニムの生地メーカーなんですけど、本当のラグジュアリーブランドとかに出してるところなんで、そういったところと同じところで、デニム開発してるわけです。本当文句ないと思います。ということでこちらもね実際の着用をご覧ください。サイズ29インチ着用してこれぐらいのサイズ感、このようなシルエットになっています。横から見るとこのようになっていて、後ろこんな感じです。はい、ということでこちらのセルビッチジーンズなんですけど、結構ね細身のシルエットになっていて、細身のストレートシルエット、まあレギュラーフィットではあるんですけど、やや細身って感じる人のが多いんじゃないかなって思います。で丈の設定はねやっぱりちょっと長めになってるんで、ぴったり履きたい人は裾上げするのもいいんですけど、セルビッチ見せたい人とかこんな感じでねロールアップして着用するっていうのもねおすすめです。よりカジュアル感も増すんで、レベルは高い着こなしになってくるんですけど、まあそもそもねこのセルビッチのストレート履きたいっていう人、結構物としてコーディネートの難易度高めなねアイテムになってくるんで、ワイドパンツいっぱい履いてきてもう飽きちゃった人とか、さすがにそろそろストレートとかねスリム履きたいなって思ってる人にはねすごくおすすめだったりします。レベル高めで、物自体めちゃめちゃおすすめなんですけど、レベル高めなんでファッション慣れてる人にねおすすめしたいパンツになっています。個人的には結構今ね気分になってきたかなといったところです。はい、こちらのデニムなんですけど、最近ねワイドパンツばっかり履いてるっていう人、結構飽きてきたタイミングなんじゃないかなって思います。2024秋冬の、まあ、パリコレとかミラのコレクション見ても結構細身のアイテムも出てきたりするんで、そういった方たち、ちょっと飽きてきたなっていう人たち、これね結構ハマると思う。細すぎないややスリム寄りのストレートシルエットになっていて、この張り感もすごくいいし、まあ、セルビッチっていうところで履き続けると本当に良さが出てくるアイテムなんで、そういった方はぜひね久しぶりに試着だけでもしてほしいなって思います。続きましてこちら、オックスフォードシャツストライプ2990円。コットン 100% なんですけど、まあユニクロのオックスフォードシャツってほんとねクオリティが高くて、まず糸がすごいんですよ。コーマ糸っていう、まあね細い高級な糸を使っていて、それを巫女寄りにしてます。糸が細いと高級感は出るんですけど、耐久性が弱いわけですね。それをどうやってクリアするかっていうと、巫女寄りっていう手法を取ってるわけなんですけど、糸を3つね合わせて寄ってるわけですね。そうすると耐久性もあると、まあ普通にめちゃめちゃクオリティ高い作り方していて、
縫製もね、シャツ工場とかでやる折り伏せ縫いっていうね、縫製になっていて本格的ですし、ディテールもすごくシンプル、忠実に作ってます。オックスフォード素材なんでボタンダウンカラーですね。襟先が動かない仕様になってたり、ポケットがついていたり、後ろセンターボックスになっていたり、まあ、いわゆるオックスフォードのディテールになっておりますね。で、サイド見るとガゼット、補強用のガゼットがあったりと、申し分ない作りになってます。クオリティめちゃめちゃ高いですね。基本に忠実に、それを最高クオリティで作ってくれていると、これで値段2990円なんで、まあ文句ないんじゃないですかね。ただですね、クオリティめっちゃ高いんですけど、この手のシャツって初心者入門者が適当にね、着てかっこよくなりやすいか、簡単に扱えるかっていうと、そういうわけじゃないんですよ。実は難易度ちょっと高かったりもするんで、その点だけ気をつけてほしいなって思います。ということで実際にね、着用してみたので、シルエットをご覧ください。L サイズ着用でこれぐらいのサイズ感、このようなシルエットになっています。横から見るとこのようになっていて、後ろこんな感じです。はい、ということでこちらのオックスフォードシャツなんですけど、やや緩めのシルエットになっていて、ちょっとね、縦に長い設計になってますね。袖丈やや長めになっていたり、着丈もね、やや長め。で、袖幅はそこまでなくて、身幅もそこまでね、いっぱいあるってほどではないです。なので全体的にちょっと縦長のシルエット。まあ、シャツって基本的にそういう設計のものが多いんですけど、かなりベーシックに作っているなといったところです。まあ、ボタンダウンカラーでオックスフォードシャツで、まあ、こういったストライプ柄、決してね、コーディネートが簡単なアイテムではないんですけど、物のクオリティはまあさすがユニクロだなといったところで、結構着てびっくりするようなねクオリティの高さはあります。はい、ということでこちらのシャツ、やっぱりクオリティめちゃめちゃ高いです。ただ初心者入門者の方が着用するのであれば無地のがいいですし、もうちょっとねベーシックよりはトレンドに寄せたシルエットにしてくれた方が扱いやすいですし、ボタンダウンカラーよりもレギュラーカラーの方が使いやすいし、クオリティめちゃめちゃ高いけど初心者入門者が1着目に買うべきシャツかって言われたら別にそんなことはないです。逆にいろいろ揃ってきた人、シャツの種類そろそろ結構あるから変わったやつも行きたいなって思った人はこれね、すごくおすすめです。続きましてこちら、エアリズムコットンノースリーブ T シャツ1500円。もうこれ分かりやすく、ユニクロ U がねやってるエアリズムコットンオーバーサイズ T シャツをノースリーブにしましたよっていうアイテムになっています。今すごくトレンドなんでノースリーブって、まあトレンドに寄せてきてくれたアイテムになってます。一つだけお話しするとしたら、このエアリズムコットンシリーズなんですけど、ロンティーもあったじゃないですか。ロンティーの方はまあ明らかに秋アイテムなんで、ちょっとね肉感あります。対してこっちはね、秋のタイミングの新作で今ね動画公開してるんですけど、今すぐ着用できるアイテムなんで、ちょっと薄めの素材感になっています。ということでこちらもね、実際に着用してみたのでシルエットをご覧ください。 L サイズ着用でこれぐらいのサイズ感、このようなシルエットになっています。横から見るとこのようになっていて、後ろこんな感じです。はい、ということでこちらノースリーブ T なんですが、全体的にね結構大きいシルエットになっていて、着丈長めになっていて、身幅もこんな感じであります。で、袖丈はもちろんノースリーブなんで全然ないんですけど、まあ本当に今ねトレンドなんですよ、ノースリーブ T シャツって。まあまさにそのトレンドに乗っかってきたなっていうアイテムで、エアリズムコットンオーバーサイズ T シャツがあるじゃないですか、ユニクロ U の。あれの袖を切ったようなね、ノースリーブにしたようなアイテムになっています。まあやや難易度高めのアイテムではあるんですけど、すごいトレンドアイテムでもあるので、まだねノースリーブ T 持ってないよって人は、この価格ならね、このユニクロでゲットしておくっていうのもありなんじゃないかなと思います。はい、ということでこちらの T シャツなんですが、若干難易度高めのアイテムになっています。なのでね、トレンドライクなノースリーブ T シャツ探してるよっていう人におすすめしたいです。はい、ということでですね、今回の新作アイテムの中からいくつか使ってコーディネートを簡単に組んでみました。ブラウン系のコーディネートを今回組んでみたわけなんですけど、使用したアイテムはワイドフィットチュノとオックスフォードシャツ。まあ今回紹介したアイテムですね。この2つね、両方ね、ブラウン、まあ茶系でね、揃ってるアイテムなんで、他の小物とかもね、茶系で揃えてあげて、簡単にコーディネートを組んでみました。これ今靴を黒にしてるわけで、基本的にはブラックの靴ね、毎回コーディネートをお勧めしてるんですけど、茶系でね、これだけ揃えてるんで、黒じゃなくて茶靴で合わせても全然問題ありません。やっぱり初心者のうちのコーディネートって色数を増やさないことがすごく重要になってくるんですよ。色数増やせば増やすほど難しくなるって、結構ね大げさな例で例えると分かりやすいと思っていて、例えばここが全部ブルーだったら一気にコーディネート難しそうじゃないですか。パンツが赤だったらとかすごい難しく感じると思うんですけど、なんとなく似た色味でね統一してあげると、それだけでね簡単にまとまって見えるんで、こんな感じで似た色味で合わせていくっていうのはね、ぜひね参考にしていただければなと思います。で、まあ似た色味で合わせるっていうことは、色でね差別化するのが難しくなってくる、まあ簡単なコーディネートっていう風になってくるんで、そういう時どうすればいいかっていうと、こんな感じで小物を足してあげる。そうするとアイテム数が増えて、アイテム数が増えるっていうことはすなわちね差別化につながってくるんで、そういったアプローチで最初頑張っていくっていうのが初心者のうちはとてもおすすめです。
ということで今回の動画は以上となります。このチャンネルでは次の洋服何買おうをテーマに、ユニクロ、GU、無印などのファストファッションアイテムを知り尽くした僕がこんな感じでね、おすすめアイテムを紹介しています。実際に全アイテムを購入するっていう他のチャンネルではありえないことをしているのが強みです。ちょっとここで次回予告させてください。近日ですね、 GU 新作アイテム全部買ってみた動画公開予定です。その動画も気になる、見たいななんていう人はね、見逃さないためにも、僕のモチベーションを保つためにもね、ぜひね、チャンネル登録していただけたら嬉しいなって思います。やっぱりチャンネル登録増えるとね、励みになるんで、何卒よろしくお願いします。ちなみに僕はシティというオリジナルのアパレルブランドを展開していまして、毎週金曜日に新作アイテムをリリースしています。概要欄にストアのリンクを載せておきますので、おしゃれなアイテムをお得な価格でゲットしたいなんていう方はね、この機会にぜひチェックしてみてください。ご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。